ここの展開ちょっと硬すぎないかな。ああ分かってるけどよ、ここだけは妥協したくねえんだ。物語のラスト、主人公が誰を選ぶのか、それってシビアな問題じゃねえか。だけどこの分岐ではキャラの個性で選ぶ方が普通だから、その点においてはここまでの段階でもう十分描ききれてると思うし、でもよ。ズー君、今日こそ一緒に帰りましょう。さゆりね、ちょっと今大切なズー君はちょっと疲れているみたいですし、京也さん、ご用事は後にしてくださいますか。傷つこうと終わらせない、一人じゃない、そこ